ゼニガタ平治の石踏八五郎の石踏やはり、神田明神境内にある平治が劇中で投げたとされる、寛永通り、宝新中東四分線、ゼニガタ平治、鳥物美化えは、野村古道による小説、またこの小説をもとにした、映画、テレビ時代劇、舞台作品。本案作品ではタイトルを単に、ゼニガタ平治とするものもある。神田明神下に住む、 岡っきの平治が古文で下匹引きの八五郎と共に卓越した推理力と官営通報による投げ銭を駆使し、事件を鮮やかに解決していく。岡本喜道、半七、鳥物町と共に最も有名な鳥物町であり、代表的な時代劇作品の一つでもある。永田和夫はさらに、佐々木光造、右門、鳥物町、横見女性史、人形佐七、 鳥物町、城正幸、若様侍鳥物手帳も加え、古代鳥物町の一つと評している。作品の舞台が、江戸時代のいつ頃かは、はっきりしない。原作の最初の頃は、官影記を舞台にしていたが、第30話から文化分政期に移っている。平治は架空の人物であるが、小説の設定から、神田明神境内に、銭形平治の石踏みが混流されており、 ゼニガタ平治の顔出し看板も設置されている。1931年、文芸春秋発行の文芸春秋オール読み物語相関号に、ゼニガタ平治を主人公にした金色の少女が掲載された。これが、ゼニガタ平治、鳥物美化への第一作目となり、以降、第二次世界大戦を挟んで1957年までの26年間、長編。 短編合わせて383編が発表された。作者の野村古道は、文芸春秋から、岡本軌道の版7、鳥物帳のようなものをと依頼され、構想を練った。その時、たまたま建設現場で見かけた銭高組の看板と、車掌から銭型の名前と投げ銭を思いついたという。また、水古伝に登場するボツハネや、長清が陶石を得意にしていたというエピソードも、 投げ銭のヒントとなったという。非常に人気がある作品のため何度も版を買い出版されているが、すべての作品が収録されたのは、カーデ書房から出された、1000型平時取り物全集のみであり、あとは、不完全な全集か先週である。2018年8月現在、書籍はすべて絶版となっているが、繰り返し出版されていたため、古書での部分的な入手は容易である。 また、野村古道の作品自体、没後50年を経て、パブリックドメインとなっており、本作も有史により、電子書籍化されており、こちらでも、部分的な入手は可能である。本作は、著名人の愛読者が多いことでも知られており、特に、吉田茂が愛読していたことはよく知られている。その他にも、与内三つ正、武者の孔子寂中谷浮一郎、吉田洋一、 木村義夫などが愛読していた。また、芝良太郎が、街道を行くで、銭形平治の魅力を、序実が涼やかで、すだれ越しに上等な夏の料理を食べているような気がした、と書いている。ただし、同時代の推理小説家の評価は低く、鳥物町は、推理小説ではないとの論争を招いたこともある。原作の人気の高さから、何度も、映画や、テレビドラマが作られている。 ラジオドラマも週6日放送で5年間放送された。銭形平時の連載が始まった1931年に、関三を主演で早くも映画化されている。その後も、数多くの映画が作成され、嵐勘十郎、二代目、市川猿之助、長谷川和夫らが平時を演じている。大川橋蔵もテレビ版と、並行して公開された映画で主演している。 中でも、長谷川和夫主演作品は、人気が高く、シリーズ化され、1949年から1961年までの、間に、全18本が公開された。嵐勘十郎長谷川和夫その他の作品人名は、主演者。国友忠たにより、文化放送で1952年から、連続放送された、銭形平次は月から土の収録ベルトで放送は5年を、 声、2014年現在でもラジオドラマの最長記録とされる。同様に、ラジオ東京でも、国友の公演で放送された。曲子は、沢村豊子。テレビドラマシリーズも多数制作されており、若山富三郎、安井正二、大川橋蔵、風間森を、北王子金谷、村上弘明が、平時役を演じている。その他多数、メディアファクトリー、 時代劇解体新書。株式会社仙田閣議、銭型平時誕生日は、よろく毎日新聞2014年7月15日。読みは、金色の書状ではなく、根色の乙女。宗教絡みの生贄に関係がある。ありがとうございます。